なんか歩いてたっけ？文化会館に来てしまったな。文化会館ってなんか食べるとこあったよね。だ、木陰。木陰って言うんだ。じゃあ行こうぜ。ここが木陰か。よし、行こう。わしはエビピラフ食うけど、あやかちゃん何食べる？私はナポリタンにする。うまそうだな。だな。ではいただきます。おいしい。うん、めちゃくちゃ美味しい。スープ飲もう。コンソメ味で美味しい。あたいはサラダ食べよう。うん、サラダシャキシャキで美味しい。食べてる間にピラフがハートになっちゃった。じゃーん。うまかった。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。木陰の営業時間は10時半から17時までです。定休日は毎週火曜日です。皆さん、能代市文化会館に来た時は木陰に来てください。今日の動画は能代市文化会館の中にある軽食喫茶木陰に来てみたでした。チャンネル登録お願いします。またね。サバでも食べてみるか。あれ、おやおや、彩香さんは何も手をつけてないんだけど。頼みます、誰か。